はい、はじめまして、ゆっくりです。今回はこの、糸井重里の、バス釣りナンバーワン、というゲームを実況していきます。初めての実況ですが、編集中の、ゆっくりボイスのゲシュタルト崩壊にも、くじけず頑張っていくので、生温かい目で見守ってください。さて、ダラダラとしたテンプレ文はあまり好きではないので、早速実況に入りたいと思います。この人は、このゲームの舞台となる、釣り好き村、のアイドル、ネズミちゃんです。ちゃん、とか自称してますが、多分、おばあちゃん、的な意味合いであって、決して痛い人では、おや、こんな時間に誰かが、まず決めるのは、見ての通り難易度です。ビギナー、普通、自信あり、の順で釣りが難しくなり、大物がかかりやすくなります。例えば、自信ありでは、バズベイトをただ巻きしても釣れませんでした。喋っている間に、一通りタックルをもらいました。簡単に言うと、釣りに使う道具ですね。ちなみに、このゲームには、ルアー釣りとワーム釣りしかありません。ああ、また喋っている間に新しいキャラが、まあ、初対面で突然、今からずっと一緒だよ、とか、君の後をずっとつけてたんだよ、とか、どうでもいいことしか言ってないので、この際説明は省きます。今選んでいるのは、スケジュールのタイプです。左に行くにつれて、選べる日にちが少なくなり、魚を釣った時にもらえるどんぐりが多くなります。現実の時間と同期しているわけではないので、一番少ない週末タイプでも、特に不便はありません。この二人は、一緒に釣りに行くことができる仲間です。一人で行くときは、さっきのストーカーがついてきます。仲間を連れて行くと、イベントが発生します。初対面なのに奴扱い。気が弱いのか強いのかわからないですね。そういえば、昔プレイした時は、キャラのデザインが、風景のデザインと違いすぎて、怖かった覚えがあります。チャレンジの内容は、腕試し。目の前の池で、バスを5匹釣るだけです。最初のエリアなので、大物はいないものの、簡単に釣れます。時間制限は、今日1日。ゲーム内時間は1分約3秒で、釣りができる時間は4時30分から6時だったかな？ちなみに、禁漁期もあります。ここはレストハウス。休憩したり、スタッフの記録を見。さて、いよいよ釣りに入ります。と、その前に。ここら辺だったはず。あったあった。ここは隠しエリアで、お地蔵さんに、釣りをするときの画面のモードを変えてもらえます。ノーマルは左上に水中の画面。エモーショナルは強く引いたときだけ全画面水中。エキスパートは常に水中画面なしです。
っても僕は、フルスクリーンモード。常に全画面水中になります。迫力はありますが、見てると酔う人もいるかもしれません。私は三度酔いは全くしなくてわからないので、酔った人は、次回になりますが、コメントで教えてもらえればと思います。酔う人が多いようなら、またその次回からになりますが、ノーマルにしようと思います。前回に引き続き、ご視聴ありがとうございます。まずは、今回使うルアーの紹介をするよ。まず使うのは、ラバージグ&ポーク。名前の通り、ラバージグにポークがついたルアーだよ。ちなみにこの水色の部分は、スカートって言うんだよ。まあ、擬人化しても、頭からスカートかぶった変態にしかならないね。さて、ラバージグの基本的な動かし方はいくつかあるけど、今回は、ボトムバンピングという方法を使っていくよ。やり方は、まずルアーをそこまで落として、次に、ぴょんぴょん跳ねるように動かしていくよ。ラバージグは使いやすいから、今後もいっぱい使っていくよ、多分。次に、画面の説明をするよ。まず、左の縦長のバー、これは、下の数字が水深、赤い部分が水底を、そして青い点がルアーを表しているよ。今は、水深3メートルの底近くにルアーがあるね。次に、その上の横長のバー。これは、ラインの長さを表していて、魚がかかって、残り2メートルまで巻くと、ランディングができるよ。次に、仲間のアイコンの説明をするよ。これは、釣りに行くとき選んだ仲間のアイコンで、釣りの状況に合わせて表情が変わるよ。最後に、その隣、ボタンみたいなのが並んでるのは、ドラグを表しているよ。今は設定を変えるのを忘れてて、一番強くなってるね。えへへ。これで画面の説明は終わり、水中の風景を、ゆっくり楽しんでいってね。今のは当たり、合わせれば釣れたのに、ミスっちゃった。と思ったら、また来た。かかったら、魚の動きに合わせて巻いていくだけだよ。これをファイトって言うんだけど、私はリアルでもゲームでもど下手だよ。でも、フルスクリーンモードなら、ロッドは見えないし、フックが外れたりしない限りバレないね。えへへ。というわけで、釣れたのはゲドウのブルーギルでした。これはライブウェル。釣った魚を5匹だけ入れておくことができるよ。ブルーギルなんて見栄えしないのに入れたのには理由があるよ。後々わかるから楽しみにしててね。でも私が昔リアルで釣った小さなブルーギルは綺麗な肌色と青色だったよ。さあ、皆さんお待ちかね、このゲームの主役、ブラックバスがかかりました。そして上がりました。ラージマウスバスってなってるけど、ブラックバスと呼ばれる種類の一つだったはずだよ。じゃあ、ルアーを変えてみよう。今度はワームを使ってみるよ。これはグラブ、割とポピュラーなワームだね。芋虫みたいなひだのついた部分と、薄いテールに分かれているよ。次は、リグを選ぶよ。今回使うのは、ジグヘッドといって、J 字型のフックに、そのままシンカーがついてるよ。次は、あの杭を狙ってみよう。ワームの動かし方はいろいろあるけど、とりあえず、小刻みに震わせてみよう。そこ近くはさっきまで探ってたから、中層を狙っていくよ。
中層狙いとは何だったのか。うおっと。今、すごくかっこいい動きしたね。このバス、できる。ファイト中はあんまり喋ることないね。しょうがないね。27センチ。野の池では十分なサイズだね。ネタバレしちゃうけど、これから10分ぐらい全く当たりがなかったよ。でも、カットばっかりじゃあれだから、倍速にしておくよ。どっちもあんまり変わらないけどね。今回カットばかりなのは、この前に編集した分が 100MB を超えてて、投稿できなかったからだよ。変換してみたり、フレームレートを落としてみたり、画面サイズを削ったり、いろいろやったんだけど、画質もひどくなっちゃったし、編集し直したよ。そういうのに詳しい知り合いもいるし、うまく調整する方法を覚えていこうと思ってるよ。まあ、水中の映像なんて、進むにつれて飽きるほど見ることになるだろうけどね。事務的な意味で。話すこともなくなったし、移動して釣り直すところまでカットするよ。ここは、ウィードエリア。広いストラクチャーエリアで、安定した釣果が期待できるよ。いわゆる、ここは、釣りの、名所。だね。次に使うルアーは、同じくアームの中から、ジャークベイトを使うよ。リグは、ノーシンカー。個人的に、ジャークベイトは一番好きなワームだよ。これさえあれば、こんなチャレンジちょちょいのちょいだよ。むしろこのゲーム自体、ジャークベイトだけでクリアできると言っても過言ではないよ。私は未だにクリアしたことないけどね。どうしても、最後の相手が倒せないよ。このシリーズで、クリアできたらいいね。またお前かぁ。まだ最初のチャレンジなのに、このぐだりっぷり。先が思いやられるね。むしろ現状から目を背けたくなるね。今度は、こっち側で釣ってみよう。この水中の描写、いいよね。ルアーを動かすときは、このゲームを買ってもらった当時も、この前引っ張り出してやってみたときも、すごくワクワクしたよ。きたー。ちょ、水草邪魔。おお、これはなかなか大きそうだね。今までのグダグダを取り返していくよ。いい感じ、もう少し、2メートルまで近づけば。あ。フックが外れたりしない限りバレないね。えへへ。フックが外れたりし、という、夢を見たんだ。前回のあらすじ。見事フラグを回収したゆっくり、最初のチャレンジからこんな調子でクリアすることはできるのか。俺たちの戦いはこれからだ。ゆっくり先生の次回作にご期待。おい待て、まだ終わらないから、続くから、っていうかそれ話の最後に使うテンプレ。早く始めろよ。はい。
というわけで、前回の続きです。この時点での説明は大体済ませたから、今回は水中鑑賞会だよ。ゆっくり泳いでいってね。まあ喋るんだけどね。まず、音が片方しか聞こえない件だけど、ケーブルがモノラルだったよ。そりゃモノラルにしかならないね。でも、アマゾンでステレオのケーブルを注文したから、次回からはちゃんと両方から聞こえるようになるはずだよ。まずは、一匹。前回といい、すぐ近くまで来てからかかることが多いね。野の池は岸辺近くに寄ってるのかな？サクサク。昔は気づかなかったけど、環境音もなかなかいいね。ステレオケーブルが届いたら、もっとゆっくり聞いてみたいね。あと、今回は、なぜかホイホイ、というか一匹釣るたびにルアーを変えてるよ。せめて違うルアーを試してればいいのに、同じルアーを交互に使ってるだけだよ。ごめんね。前回も使った、グラブのジグヘッド。でも、しばらく経ってやっと釣れたのが下道だったのでカット。そしてまたルアーチェンジ。今度は、ラバージグに戻るよ。次回からは、もっといろんなルアーを試していこうと思ってるよ。でも、ほとんど使ったことがないルアーばっかりだから、釣れるか心配だよ。もしもの時は、他のルアーで釣った動画とつなげて、ゲフンゲフン。水草がいっぱい生えてるね。あ、引っかかった。外れた、よかった。ルアーが水中で引っかかることを、根がかりって言うんだけど、根がかりした時は、そう表示されるよ。だから、今のは根がかりではないよ。根がかりした時は、無理に引っ張ればもちろんラインが切れるけど、逆に、根がかりが外れた瞬間バスがかかることもあるよ。油断ならないね。グーグー、すやすや。は。グーグー、すやすや。は。水草じゃまあ。
編集するときは、見てて眠くなるけど、プレイしてるときは、眠気どころか、当たりを逃さないために画面を食い入るように見てるよ。当たりといえば、このゲーム、音が鳴る以外にも、ルアーが不自然に動く当たりがあるらしいけど、よくわからなかったよ。なんて言ってたらヒット。ぐいぐい巻いていくよ。2匹目、合計は4匹、あと1匹でチャレンジクリアだね。最後の1匹は、グラブで狙うよ。さっきはブルーギルで、カットしちゃったからね。
びっくりした。無事、最後の1匹を釣り上げることができたよ。このバス、今までの中で一番体重が重いね。お腹がふっくらしてて、かわいい。というわけで、クラブハウスに戻ります。イベントでのバスの計量は、一日の最後にやるから、強制的に一日が終わるよ。やったー。というわけで、最初のチャレンジも終わったし、今後のプレイについて話そうと思うよ。パート1で話した通り、ゆっくりはまだこのゲームをクリアしてないよ。だから、当面の目標は、ゲームのクリアになるよ。縛りも特にしないつもりだけど、ルアーはできるだけ色々使っていこうと思うよ。ゆっくりバス釣り、ハッチマップよ。今日は、セールの日、ショップで適当なルアーのセットが、お買い得に売られるよ。完全に在庫処理だね。早速後で行ってみようね。やあ、猫くん。そうだね。でも、小さいボートって怖いよね。小回りが効くのが、逆に怖さを増してるよね。っていうか、自己紹介はしないのか。これだから最近の若者は、森のタコくん、きっと、緑色で、山の主みたいなタコなんだろうね。こんなの。というわけで、2回目のチャレンジです。チャレンジ内容は、カカスミというエリアでバスを8匹釣ってくること。カカスミは、ボート限定のエリアで、比較的わかりやすいストラクチャーが多いエリアだよ。ボート限定って言ったけど、考えたら、野の池以外のエリアは全部ボート限定だったよ。カカスミボートハウスのワニさん。ボートハウスのキャラって、多分一番影が薄いよね。チャレンジ以外では、直接湖上に移動できるからね。なるほど。結局ヘルプだよりなのか。そんなことだから影が薄いって言われるんだよ。もっと頑張れよ。まあ、この動画でワニさんの姿を見るのはあれが最後でしょう。いいやつだったよ。じゃあ、まずはショップに行こう。買い物では、どんぐりがお金の代わりになるよ。毎年秋が来るたびにインフレになるね。今回のセール品はこちら。ラバージグ、メタルジグ、バイブレーション。悪くないね。あとは冷やかしなのでカット。地図で移動しようかと思ったけど、すぐそこだし、最初ぐらい普通に移動するよ。着いた。ルアーチェンジもカット。前回も使った、ジャークベイトを使っていくよ。
近すぎた。少し下がろう。おお、早速ヒット。っていうか、これ、でかい。今日見ても40センチ超えてるし、タックル最初の状態から変えてないのにこのサイズは、きつい。少しずつ弱らせるしかないな。というわけで、ファイト中は暇だから、さっきのセール品の解説をしよう。まずは、言わずと知れたラバージグ。左はフォークの代わりに、ワームのグラブをつけたもので、右は普通の色違いだね。これはアピールカラーで、天気が悪い時とか、魚の活性が低い時に効果が出るよ。でも、この色じゃ、泥に紛れてあんまり目立たなさそうだよね。どうなんだろうね。次は、メタルジグ。このメタリックなボディ、すごくかっこいいね。文字通り金属でできたルアーで、かなり重めのルアーだよ。深いところを探るのには欠かせないね。逆に言えば、ほとんど深いところでしか使えないんだけどね。昔リアルで、キャストと一緒にメタルジグがすっ飛んでいったのは、ここだけの話。最後は、バイブレーション。このルアーの最大の特徴は、中にラトルっていう弾が入ってて、巻くとカラカラ音がすることだよ。アクションも簡単、投げて巻くだけ。ちなみに、ラトルが入ってないのもあるよ。っていうか、右のがそれだよ。最大の特徴がなくなっても、ちゃんとルアーとして機能するよ。さて、ルアーの説明も終わったから、ここからは速度を上げて BGM もつけちゃうよ。釣りをするゲームなのに、ファイトシーン倍速にしたら何が残るんだよって感じだけど、予想外の大物で時間がかかっちゃったからね、しょうがないね。それに、大人気 RPG、ポケットモンスターも、殿堂入りするまでの物語なんて、あってないようなものだからね、きっと許されるよね。うわ、何をする、やめ、やめて、許して、ごめんなさい。まあ、ずっと BGM 流すのももったいないから、そんなに時間がかからなかった時は普通に映すつもりだよ。このパートでは、ずっと時間がかかってるんだけどねー。
50センチオーバーだと。さすがに50センチ超えてるとは思わなかった。しかし細長いバスだね。鈴木みたい。そういえば、鈴木はシーバスって呼び名もあったね。多分このバスは、シーバスとのハーフなんだろうね。妄想だけどね。この調子でどんどん釣っていこう。そういえば、言い忘れてたけど、ここは水門だよ。水が出入りしてて、バスの餌になる小魚が豊富だって昔聞いた気がする。熊さんの解説タイム。へぇ、トップウォータールアーは苦手なんだよね。なるほど。まあ、やらないけど。おお、早速一匹目のバスだ。いいサイズ。さっきのに比べて体長は負けてるけど、さっきのが大きすぎただけだね。ちょっと位置を調整。まあ、50センチオーバーなんて、そんなにホイホイ釣れるわけないよねー。ケオス。よ、でかいでかい。お、寄ってきた。あわよくばこのままボートまで。そんなことはなかった。例によってノロノロファイトしてるので、加速。そうだ、もう一つ説明することがあったよ。画面左の、水深を表すバーの中の、ルアーの点。これ、ファイト中は、フッキングのレベルによって色が変わるよ。試しに今回のをまとめると、こんな感じ。左から1匹目、2匹目、右が今のバスだよ。見事に分かれてるね。今見たら、1匹目なんてほとんどフッキングできてないね。よっと中で外れなかったな。それに比べて、今のバスはがっちりフッキングしてるから、多少強く引いた程度じゃびくともしないはずだよ。もっと強気に引けばよかったと、動画を見直してて思ったよ。
子。この野郎、無駄な、抵抗は、やめるんだ。またしても50オーバー、そして細い。8匹釣れればサイズは関係ないのに、無駄に大物ばっかり。なんか、もったいないように感じる。もちろん、無駄ではないんだけども。なんだこのおまけサイズは。あんまりにも小さい上に、すぐ近くでかかったのでカット。そして、本日はここまで。